フローレンス軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州にある軍。2005年の推定人口は4974人で、軍庁所在地はフローレンスである。フローレンス軍はアイロンマウンテンショート試験の一部になっている。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1288平方キロメートルである。 このうち1264平方キロメートルが陸地で24平方キロメートルが水域である。総面積の1.90%が水域となっている。2000年国勢調査時のフローレンス軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は5088人、2133世帯及び1441家族が暮らしている。人口密度は4。 平方キロメートルで3、平方キロメートルの平均的な密度に4239件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人98.17%、黒人0.16%、先住民0.43%、アジア系0.28%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.14%、及び 本決0.81%で人口の0.45%がヒスパニックまたはラテン系である。住民のうち25.6%がドイツ系11.6%がスウェーデン系8.24%がポーランド系8.2%がイタリア系6.6%がフランス系5.9%がイングランド系5.24%が フランス系カナダ人5.2%がアイルランド系の子孫である。2133世帯のうち27.50%は18歳未満の子供と暮らしており、58.60%は夫婦で生活している。6.00%は未婚の女性が接待種であり、32.40%は家族以外の住人と同居している。 27.90%は独身の居住者が住んでおり、12.50%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.35人で、あり、家庭の場合は2.87人である。軍内の住民の年齢別構成はーセントが十八歳未満の未成年、十八歳以上十四歳以下がセント。 25歳以上44歳以下が27.10%、45歳以上64歳以下が27.30%、および65歳以上が17.50%となっている。中央値年齢は42歳である。女性100人ごとに対して男性は104.30に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は101.50に見える。 ウィスコンシン州では、町は軍区を意味する。そのため、軍内に都市が一つも置かれていない。フローレンス軍は、軍内に自治体として認められているコミュニティが存在しない、州内に二つしかない軍の一つである。ウィスコンシン州フローレンス軍の基礎情報。全米カウンティ協会。2009年5月2日閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日,日閲覧。ありがとうございます。